法人とは、なりゆきに任せること。または干渉せずに放っておくこと。法人とは、事態の推移に何ら出を出さないということであり、人の行動の上では、当人の自己責任に委ねるという考えである。こと教育の範疇では、何ら指導を行わないことを意味している。言い換えれば、各々が自由に行動するに任せ、その過程で各々が様々な判断を交えながら、 行動することを許す状態である。またその結果発生する責任をどう果たすかも当人の自由に任されている。レッセフェールと言われる概念は経済学の範疇でしばしば利用される。この形態に基づく経済は中世から近代まで見えざる手の働きによってうまく機能していたが、経済が複雑化して実体のない価値観念だけが一人歩きするように、 なっていくと、その方法で問題を生んだ傾向も否定できない。放任という言葉が一般の日常生活の場で使われる場合には、もっぱら家庭教育の範疇で、その家庭における子どもの養育方針のある方向性を示す傾向がある。この場合における、放任主義とは、主に子どもには何も要求しないで、お手伝いの分担も自主性に任せる代わりに、 何らかの失敗があってもフォローしないという程度である。なお行動には結果がついて回るわけだが、この結果にどのように対応するかの意思決定も当人に追わせるのが法人である。さらに言えば、その選択が間違っている場合でも手を出さないのも法人であるが、ただ子供は成長過程で社会通念上モラトリアムと呼ばれる。 社会性を獲得する過程で間違いが許容される期間があり、これを過ぎてなお過ちを繰り返す場合には、ある一定年齢以上から途端に社会責任を追求される結果となる。このため、法人においても規範を身をもって示すことを通して価値判断を行う基準をきちんと教育する必要性は存在する。ただ、完全に養育を放棄して世話もしないことは、 育児放棄という児童虐待で、これは完全に別の話である。家庭教育全般で、放任という場合は、もっぱら厳密な意味での自己責任を負わせるという、極めて厳しいものから、子供の手に余るような事態を除いては手を出さないで、放っておくという程度の自活、あるいはネグレクトにほど近い基礎的な移植獣の、提供以外は世話をしないというものまで、様々な意味を含んでいる。 一概に、法人主義と言っても、その内容も程度も様々である。法人とは引く言葉んく。ありがとうございます。